まあ上位 3位には入れなかったけど、でも楽しかった。ドボンいっぱいできて。エリナちゃん1位なんですよ。すごい。あれ、あ、ドボンとか。さっきもドボンちょっとしてたんですけど、次はね、次もイベントがあって、1周年特別ライブ、特別ライブっていうのがあって、上位16かなに入ったら出れるんですよ。ライブ出たい。なのでドボン今返します。先見せてくれるね。ちょっと待って、その後テロップ変えるから。顔文字は、違う、ああ、間違えちゃった。ちょっと待って、あれ、どこ行った、顔文字40分ぐらいだから、8時、今40分でしょ、40分として20、30、40分ぐらいしたいから、8時15分とか20分やけど、もうかな。アイスも、アイス買ってないもんだって今日。アイス今日ないよ。で、さっきちょっと前に食べたんですよ、ご飯。だからそんなお腹空いてない、お腹空いてないです。今夜ご飯はなんかめっちゃ早い時間に食べちゃったんですね。お昼ご飯はなんか起きてお昼ご飯食べようかなと思ったけど、なくて、あ、もう勝てなくってさ、あんま、ね、クリームパン、そう、昨日の夜結局おにぎり食べちゃってお腹空いてさ、夜に話し終わった後食べて、いや、もう食べちゃえと思って、おにぎりどうしても食べたくなっちゃって食べちゃって、で、あれ、私だ、で、クリームパン1個残ってたから、今日の昼、クリームパン、その5個入りのやつの1個だけ謎に残しちゃってたから、それ食べて、で、あ、で、なんだっけ、あれ飲んだから、抹茶ラテ、昨日買ったやつ、抹茶ラテ飲んで、違う人がどうせ抹茶ラテ食べて、あ、食べてじゃない、抹茶ラテ飲んで、クリームパン食べて、抹茶ラテ飲んで、お昼ご飯それで、そう、なかったからさ。で、お腹空いたなーと思ってご飯買いに行って、なかったから、なんかコンビニでチキンとおにぎりと、なんかあとサラダとかも買ったかな。で、それ食べた、サラダとチキンとおにぎり。何時頃、18時頃。早め。あ、13にもやる、嘘でしょ。うん、今ドボンしてる。で、今日朝では食べた、ちょっと前に食べたんだよね。で、今7時でしょ、18時頃に食べたから、6時だから1時間ぐらい前。お腹空いてない。13、あと1枚あるんだけど、なかなか出せない。今2枚持ってて、そのうちの1枚が13なのね。
あ、さっきね新しいガチャ出たじゃん。だからやったんですけど、あの新しいやつ、自分の新しい衣装の方のやつ出なかった、1枚も出なかった。動物の衣装のやつ出なかった。前のやつは出たけど、何が出たっけな、何かが1枚出た、自分のやつ。でも持ってるやつ、持ってないやつは一番持てなかった。うん、上がれるんじゃない？うん。13で上がったらドボンされた。最後の1枚が13だったんだもん。いやそう、確かにさ、ちょっとね、何そのノーマルとかがないからさ、なかなか出ないんですよね。自分の、だから今回のイベントは16位以内に入りたい。16位以内に入ればライブに出れるんですよ。だから出たい。まあ、13ある。でも今回1枚だけ。さっき2枚だったけど。あ、出せないわ、13。8だったからさ、前の人が8出したから。もしかしたら13のカードのやつを、あの、やつ、数とか。指定してくれるかなと思ったけど、違うやつだった。うん、違う人だと思ってた。じゃあ、じゃんけんやった、勝った。グー出したら勝った。あ、え、またあるじゃん、13。あ、でも OKOK、 出せた出せた。13でめっちゃ回ってきた。だから出せた、 OKOK。 でもいや、でもあと4枚あるんだけどさ、カード、あ、うん、4枚だね、減らない。どれも数字がダメだ。あと3枚だけど、あと2枚なんだけど、あと2枚だけど上がれない。うん、上がられちゃった。7と9だったね、最後。ドボンもできない。メンバーワード、メンバーワード、確かにそれもあり。メンバーワード何だったっけ、ちょっと待って見てみよう。知らせ、推しメンランキング1位回数、ドボンプレイ回数、ドボン勝率、ドボン発生回数、スキップ回数、リバース回数、ドロー2、3回数。うん、難しい。え、ぴょんちゃんすごぴょんちゃんすごい。13持ってる回数になると多分上位なんだけどな。13めっちゃ持ってるんだもん。戦歴見よう。私、あ、なんだっけ、さっきの何率だっけ、ドボン勝率、上がり率だよね。ってことは 29% なんだよな。29なんだよな。30になかなかなれない。
っちゃ飲んだ飲んだ。なん意外とそこまで甘くなかった。めっちゃ甘いと思ってたのね、抹茶ラテだから。そこまでめっちゃ甘いって感じなのか。19? 何が？ドボンできるかも。あ、でも次はできそうだわ。絶対出しそう、誰かが出さないかな出しそうな数字の、あ、出したおー、ドボンベース早かった。 8?3 と5だったから8って絶対誰か出しそうじゃん。だからドボンできた。はい、メンバーのやつも狙おうかな。どっちもだって、どっちもさ、ドボンたくさんしないとできないからさあ、うわ、めっちゃ一色なんだけど、カードの色が。嘘でしょ、弱、全部クローバーなんだけど全部緑、嘘。わ、あと1枚、1枚引いたら違うの来たけど、弱弱。チーズ、クッソージ、ピーチとパイナップル。ピーチとパイナップル、私ピーチ好きじゃないんですよね、あんまりなんかパイナップルかな、飲むとしたら。わかんないけど、飲むか。やばいな、さっき13もあったし、全部一番最初ね、全部クローバーだったし。てか今ね、5枚持ってるんだけど、1枚、じゃ2枚出したけど2枚引いたのだから持ってる。あ、今4枚だったけど1枚しか持ってない、クローバーじゃないやつ。あ、全部クローバーなんだよ。うん、できないかなと。ああ、お、オッケー、聞いてよ。あ、え？うん？あ、びっくりした。うわ、ダメだ。クローバー引かなくなったけど、数字が。大きいの引いちゃった。うわ、ドロー2、やばい、ドロー2来ちゃった。ドボンされちゃった、違う人が。ダメだった、勝てなかった。ガチャしたいけど、さっきめっちゃガチャしちゃったから今コインがないんだよな。541コインガチャしちゃったから。メンバーみんな、やっぱり始まったからかな、新しいイベントがまた。いや、13ある、また。あ、でも一番最初、OKOK 一番最初ならもう確実に出せるから。あ、うわ、ドルズリーだどっちか出せば。いや、ダメだな、あと2枚は出さないとドボンできない。あと1枚出したらドボンできる。うん、あー、違いとかドボンされちゃった、私の番が回ってくる前にダメだった。今オリンピックつけてるんだけど、さっきなんか見てたやつ終わっちゃった。
さっき陸上の予選見てたんだけど、もうそのレース終わったっぽい。え、まだやってる？いや、これ違うわ、もう終わってるわ。さっきのどうなったんだろう、全然見てなかった途中まで見てたのに。日本人ね、日本の人が、あー、そう、上位の上位各組上位5着が決勝に行けるんでしょ。そのぐらいにいたのね。それで見てたらさ、あら、終わっちゃってた そうやってる間にショールーム始めちゃって舐めればいいかと思ってたら終わってた全然気づかなかった。いや、始めちゃえと。でも今のこの組にもいる日本の方。うん。お、次13ないじゃん今。今13ない。いい感じに出せたら馬菓子狙えるけど、うん、ダメだね、出せなかった、いい感じうん、あ、でも OK ドボンできそう。うわー、違った。うわ、うわ、13引いちゃった今度はライブ参加かけてのイベントだ。そう、16位以内に入れたら出れるんです、ライブに。あ、終わりちゃったバレエしか、あ、バレエね、私バレエ今日、いや、この前も見たか、この前の試合と今日の試合見た。男子バレエなんかさ、いろんなチャンネルでさやってるじゃん。そうだから毎回どれ見ようかなって言って、今日あれだよね、今日あれだね、ドラマ、あれ今日じゃなかったっけ。あ、そっか、あ、始まっちゃった。と、漂着者 OK、 13出せた。何時からだっけ。11時15分、見なきゃ見なきゃ。柔道、え、ね、柔道すごかった、私も見たそれ。あ、今何、え、ちょっと待って、ちょっと待って、気づいたら回ってきちゃう。あ、今フェンシングもやってんのか。フェンシング見たいなあ。サッカー、え、サッカーも今やってる。え、なんかいろんなのやってるからどれ見ようか迷うナシバレーの19歳の子か。あ、ね、すごかった、めっちゃすごかった。お、上がれた。誰だっけ、ちょっと名前が思い出せないんだけどさ、男子バレーめっちゃサーブがすごかった、その方誰だっけ、名前が思い出せない。に、西田選手みたいな、違ったっけ、そんな感じの名前の方。めっちゃサーブがすごくてびっくりした。えー、何かな。あ、終わった。何だったんだろう、日本のこと。陸上女子 5000m、 何だったんだろう、分かんないやあら、あら、私ドボンされた、もしかして。何出してるか、ドボンされたか分かんない、忘れちゃった。なんかカード大きい数字出したらドボンされたえ、私2番目ぐらいだったんだけど、カード出す早っあ、決勝進出だし、残念。え、どっち見ようかな、サッカーかフェンシング。フェンシング見てみたいな、フェンシングにしよう。
これ、決勝、え、決勝だ、すごい。西田選手、あ、合ってた、めっちゃすごかった、その方サーブが。うん、13ある、13ある、やばい、すごい、フェンシング決勝、え、ん、ドボン返し、誰がドボン返し、私じゃないね、私13持ってるから絶対ドボンしてない終わってた、なんか日本リードって書いてある、分かんない、でも音出してないからどうなってんのか分かんない今でも今17対14だから、で17が日本でリードしてるらしい。オッケー、13出した。分かんないや音出してないからちょっと分かんない、どっちがフェンシングか、相手に当たったらいいんでしょ、あのなんか先が剣、でもちょっと分かんない、早くて今とにかく決勝らしい、お、お、日本の肌だ今、あ、点数と。すごい、めっちゃこの方背高い、190センチってほぼ2メートル背高っ、ね、勝てば金でしょ、でも負けても銀なんでしょ、すごい、それ決勝え、待って、今めっちゃ数字いい、待って今気づいた、あーでも違う、うわ、持ってない、持ってないやつが来ちゃった、もうだわ、やばい、全然カード出せないさっきよかったね、すごいね日本、うん、やっと出せたわ、うん、まあ、あと6枚あるんだなカード、あ、ドロー2されたけど持ってたわドロー2されたと思ったらあー待って、ドロー3持ってるけど出したら好き、出したらねバーストしちゃうからね、うわ待って13来てるじゃんうわすごい、20点いいなって、日本21、すごっ、うん、違う人がどうしてた、ね、日本強いよね、点差が今14と22だったから 8?8 強い、すごい、このさ日本の方さっきさ190センチって言った方なんだけどさ、背が、あ、なんか相手の人もさ同じぐらいに見えるんだけど、だからそんな背高く見えないんだけど190センチ、だから
相手のこともめっちゃ背高いのかな全然違うことない。あ、え、待って、ぴょんちゃん、ぴょんちゃんいる。ぴょんちゃんいる。ドボンクイーン、ぴょんちゃん。やった、ぴょんちゃんだ。ぴょんちゃんと対戦してる今。いいでしょ。やった。うん。まあね、ドボンできそうなんだ。誰かが出してくれないか。スキップ。誰か持ってないかな。うわ、上がれちゃう。うわ、上がられちゃった。上がられちゃった。上がられちゃった。6だったらドボンできたけど。あ、当たっちゃった。すごい、めっちゃ日本強いんだけど、すごい、めっちゃすごい。上限25点、25点取ったら終わりってこと？上限25点って書いてあった。25点取ったら9試合の合計得点だから、この1試合は終わりってことか。じゃああと1点じゃん日本この1試合、今5試合目これ。めっちゃ強い。うわー、でも相手の選手も、選手相手の方も結構追い上げてきてる。今4点差20対24、日本がリードしてるけど、でもあと1点なんだよ日本。うわー、え待って、私なんかめっちゃドロースリー来てた、嘘めっちゃ増えてたんだけど、多分12枚ぐらいやった。あ、終わった今見てる間に終わったっぽい。勝ったってこと？あ、やってるやってる。お、日本が点取って25点目取ったからだ。いや、バーストしない、多分あと1枚か2枚ぐらいでバースト。あ、なんか赤いやつが出てた、なんかもうちょっとでバーストするよみたいなやつが。でも上がられちゃった、さっき。すごい、9試合だからあと4試合、さっき5試合目だった。すごい、忙しい、ドボンしながらでもちゃんとやってるから、ドボン今見てるけど、フェンシングを見てるけど、うん、あと1枚、あと1枚。うん、スキップされちゃった。上がれた、上がれた、1だもん、絶対ドボンされない上がれた。
もう一回だけ場所に来て。あれはね、これはクマじゃなくって、カンガルーだったはず。でもめっちゃ前に来てさ、確かカンガルーだったはず。これだよね。ちょっと待って。うん。カンガルー？カンガルーじゃない。え？カンガルーだっけ？違う。ラクダ？ラクダだ。カンガルーは違う。ラクダ、ラクダです。ラクダ。ラクダだ。てかさ、ちょうどさ、フードかぶってこう、ここだからさ、かわいい。今、ドロースリー3枚持ってる。強いのかわかんない。他の数字もあるから。6枚持ってて、そのうちの3枚がドロースリー。あー、結構追い上げてきた。え、でも今、日本が点取ったのか。4点差、4点差ぐらい。おがれちゃった。おがれた。ドロスリー結局1枚も出せなかった。なんかフェンシングって分かれてるの？その、このエペと何かみたいな。わかんないけど。エペって書いてある。男子エペ。団体。ちょっと見えない。団体でしょ。待って、あと3点取ればあれじゃん。すごっ。これ当たったか分かんなそう。お、日本だ。すごい。フルーレ？え、それ何が違うの？違いが分かんない。初めて聞いた、初めて聞いた。その分かれてるの知らなかった。違いが分かんないや。お、あと2点。あ、13ある。ルールは童貞でケペは体全体。あ、そうなんだ。そんなあるんだ。知らなかったわ。これはエペか。じゃあどこで体どこでも有効みたいなやつか。うん、どこもできないかな。あ、惜しい惜しい。ちょっと違う数字が出した。いや、でもあと1枚。あ、スキップせちゃった。あとちょっとで。でもうわ、上がれない。1枚だったのに。あ、あります。私の1個前の方リバースって。うわ、やばい、どんどんカードが増えてく。惜しい。6だから入れちゃった。3と3と1だったから、持ってるカードが1持ってなかったらと思ってきた。うん、あと2点。今でも3点差。おー、すごい、日本強い。あ、さっきの方だ。190センチの人。それで吠えちゃった。背高い人。あ、でもこう見たらさっきの相手は多分背高かったのかな。相手のこと今は相手違うから低く見える。あの、日本の人の方が高く見える。そう、相手の方のさ、身長出ない。日本しか出ないんだけど。お、第7世、
上限35 6終わった。6時お開けといちゃったすごせっ高13ある。やばい、また13。あ、オッケー、出せた出せた。ドボンできないかな、できないかな、出しそう。あ、ドボンドボンした。えねちゃんのお兄さんが191センチ。え、やば、めちゃめちゃ背高い。えねちゃんも高いもんね。遺伝だね、すご。やばい、充電がなくなっちゃってた。すごすごいね。あ、バレエの方188。でもめっちゃ、でもバレエの人は背高い人ばっかりだもんね。バレエバスケとか背高い方が有利だから、背高い人ばっかり本当今日その試合見てて、その相手のクリエイターがすごくてさ、めっちゃ高くて背が高くて、あのブロックとかも顔ここぐらいまで出ててこう手上げてブロックするじゃん、顔まで出てた、こうネット白帯でここゆっくりした、顔当たるじゃんみたいな日本の人も高いけど、日本そのたまたまその時ちゃんと見たのが、その相手の国の人がブロックしてるとこだったからだったけど、日本の人もやっぱ出てたのかな顔びっくりした。なんかちょっと出るとかじゃなくって思いっきり出てたのよすごいなと思った。いや、あんなね、スパイク真下とかにも打てちゃう。あ、やばい、ドボンされちゃった20分ランキング打ってたね。うん、確か確か。そう、びっくりする。本当だ、あと1点で第7試合終わるじゃん、すごっあと3枚持ってるんだけどさ、カード全部7なんだけど嘘、そんな7いらないその3枚も2枚持ってたとしてもドボンできないしな。フィアマス、あ、この方が今日本の190センチの方、めっちゃすごい、この人めっちゃ点取るわー、あと1点でも、うん、あと7、1枚あ、終わった、あと7試合、時間で終わったのか、ん、違う人がどう忘れちゃってた気づかなかった。残り2戦だって、すごい。今日本がリードしてるよね多分まだ。うん、34対29、この戦上限40点。勝ってほしい
今8戦目残り2試合、この人も背高184センチ、高っ、みんな高っ、背、私なんか間違えてスタンプしちゃった、変なタイミングで変なタイミングでしちゃった。フェンシングの人もみんな高いの、もしかして、もしかして。あんまなんかそんなめっちゃ背高いイメージがあるわけでもなかった。違う人がどこ忘れちゃった。あんまなんかそんなイメージなかった、フェンシングは背高いみたいな。お、日本は点取った、5点差。なんかバレーとバスケは背高いイメージだった。何があるっけな、何も分かんないよ。あ、もう20分になった、今始めちゃったじゃあラストで、これが瀬戸かよ、さっきの宇山さんだっけって方、選手の方、190センチで今出てる、試合に出てる方184だったっけ、背高い山田さんだって同じあ、違う方がトップの人、今フェンシングやってる方、試合やってる方、山田さんいいっしょ。あー、4点差になっちゃった。あー、強い、この相手の方、今3点差。やば、ショルも終わったら音出してみようランキング見ます。13位から読んでいきます。13位、バトニーさん、ありがとうございます。12位、ニッシーさん、ありがとうございます。11位、ジャムさん、ありがとうございます。10位、まぼろしさん、ありがとうございます。9位、サルトさん、ありがとうございます。8位、としのりさん、ありがとうございます。まあ、3点差だ7位、ラックラックさん、ありがとうございます。6位、プッチーニさん、ありがとうございます。5位、 WY とマーク影の守護神エンジェルゾイスさん、ありがとうございます。4位、香港の春馬アットマーク強化推しさん、ありがとうございます。3位、正宗さん、ありがとうございます。2位、筋肉愛好家さん、ありがとうございます。そして1位が元気さん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。あ、でも今4点差日本の方が点取った。ちょっと今からショルームあったら音出してみますあ、でも終わっただよ、残り1戦だ、じゃあ終わろうちょっと見なきゃ、音出して面白い見るの。じゃあそろそろ終わりたいと思います。ありがとうございました。あ、うん、この後もドボンしようと思ってます、なので一緒にしましょう。イベント新しくまた始まったので16位以内目指していって、いや16位以内目指したいので一緒にしましょう。じゃあありがとうございました、バイバイ、おやすみなさい、バイバイ、ありがとうございました。